ここはね、元井谷橋ですね。今から野毛星山のね、元井谷登山口が行けるのかどうかをね、確認していきたいと思います。さっきそこの橋からね、行ってきますと言ったばかりなんですけども、早速なんか車両通行止めと書いてありますね。当分の間800メートル先が災害のため通行できませんということですね。ちょっとそこだけ確認して、今度ね、元井谷登山口は終わろうかな。もうしばらく行くとね、こうやってバリケードで、さっきと同じやつですね、車両通行止めと書いてあります。当分災害のため車両なんで、ちょっと歩いてね、行ける分は構わないかなと思って、そこにバイクは止めて、ちょっとね、歩いて見ようかなと思います。どのくらい崩れてるのかはね、ちょっと見ていこうかな。ここら辺までは舗装路なんですけど、ここからが砂利かな。もともとは舗装路なんですけど、結構いけるんじゃないかな。ここがだいぶえぐれてるってことですね。まあでも車が通る分は余裕なような気がするけどな。一応ここだけであるとするならばですね、復旧の目処は立つんじゃないかなと思います。まあ実際行けるしね。あ、ここが崩れたんか。ここの砂防ダムみたいなやつが結構なんか派手に行っちゃったんかな。上にもなんか瓦礫がね、見えるんで、こう流れてきたんかな、ね、あ、さっきの崩落からね、数百メートル先も崩落してますね。ただ車でね、通れなさそうでもないですけどね。右がもう本当こんなのあったかなというぐらいの渓谷に見えますね。元井谷ですね。やっぱ谷なんで結構崩れてますね。ちょこちょこ崩れてて、まあ、これなくはないのがずっと続いてるんですけど、なんていうかな、やっぱこれも積み重なっていくと結構きついなっていう感じですね。こことかなんだろう、ボコボコだしですね。行けなくはないけど、やっぱり自治体が認めないだろうなとは思いましたね。元井谷の第一登山口ですね。まあ元々の元井谷の登山口なんですけど、これの豪雨はね、多分今年の豪雨じゃなくて、まだかなり以前の豪雨で結構やられましたもんね。野毛星山登山口ですね。せっかくなんで第二登山口までもね、確認していきましょうかね。紅葉はね、そこそこ綺麗な感じですよ。元井谷の第一登山口から第二登山口まではね、時折崩れてはいるものの、応急的な処理はもう終わってますね。なので車は通れるようになってます。はい、第二登山口ですね。ただ通りやすいかといったらね、やっぱり砂利とかあったりたまにするんで、まだこれからさらに整備が進むのかなというふうには思いました。そしてやっぱ反対側はね、絶景ですよ。一房山が綺麗に見えてますね。ちょっと椎葉谷の方もね、確認してみようかな。今から野毛星山のね、椎葉谷登山口に行こうと思ってね、ここからその椎葉、宮崎の椎葉じゃないんだけどね、相良村の椎葉という地域に入る橋なんですけど、今野毛星山の椎葉谷登山口に向かってるんですけど、椎葉のね、地区までは全く問題なく入れたんですけども、そこから先の林道にも入った途端ね、だいぶ荒れてきてしまって、もう右はね、結構な豪雨の跡が
分かるんですけど、まあ一番致命的なのがここの林道がもう大きく陥没してしまってて、これですね、もうちょっとこれは車とかバイクは通れないんですけども、なんとかね、人だけでやったらひょいひょいひょいと行けなくはないですね。ただここがね標高400メートルぐらいなんで、のけ星が1300ぐらい、差し引くことの900メートルぐらいはね標高を稼がないといけないっていう感じですね。ここから歩くならですね。はい、そういう結末でした。では私はもう諦めて戻ります。